1958年のジャイアンツ投手陣。藤田元志29勝13敗、防御率 1.53。 投手三冠のタイトルは国鉄の金田に独占されましたが、29勝で優勝に貢献した藤田が MVP に選ばれました。堀内翔14勝13敗、防御率 2.77。 安原達義14勝10敗、防御率 2.70。 別所武彦9勝5敗、防御率 2.55。 吉原武俊7勝5敗、防御率 2.67。この年のジャイアンツは77勝52敗1分けでリーグ優勝しますが、日本シリーズでは西鉄と対戦し3連勝から4連敗し敗れました。